メル・コリンズはイギリスのミュージシャン、サクソフォーン奏者、キング・クリムゾン等のメンバーとして知られ、スタジオミュージシャンとしても精力的に活動している。イギリスを出属リョーマン島出身。父が戦前から BBC 専属のサックスプレイヤーとして数多くの録音をこなしたセッションマンだった影響で、コリンズも幼い頃からジャズに親しみ、2002年のインタビューでは、 チャールズ・ミンガスやソニー・ロリンズから影響を受けていたと語っている。10歳でピアノを、12歳でクラリネットを始め、その後サックスに転向した。ロンドン南部クロイドンを拠点にローカルバンドをいくつか渡り歩き、労働許可証がもらえる18歳の誕生日1965年9月からザ・デゴスという2ツアーサポートバンドへ参加。ボディドリー。 pjprob のコンサートで演奏した。メロディメーカー誌の募集記事を頼りに1966年5月16日からフィリップグッドハンドテート率いるザストームズビル、シェカーズに加入、初めてレコーディングに参加した。同バンドは67年にサーカスと改名して、同年からシングル2枚、テートがソロ歌手として独立した後の1969年にアルバムを発表した。 1970年にキングクリムゾンのポセイドンの目覚めレコーディングに参加し、その後正式メンバーとなる。1972年春のツアーを最後にボズバレルやイアンウォーレスと一緒にキングクリムゾンを脱退し、3人ともアレクシスコーナー率いるスネープのメンバーとなった。その後はスタジオミュージシャンとして膨大な数のアルバムに参加。また、 1974年から1976年にかけてココモの正式メンバーとしても活動した。1977年にはブライアン・フェリー初来日公演に帯同し初来日。その後、キャメルに参加し、1979年1月には同バンドの初日本公演にも帯同した。その後もたびたび同バンドのレコーディングやライブにゲスト参加した。また、 1978年には、ローリングストーンズの世界的ヒット曲、ミスユーでサックスソロを担当した。1980年代にもスタジオミュージシャンとして活動を続け、ティナターナー、プライベートダンサーや、ティアーズ・フォー・ヒアーズ、シャウトといった世界的な大ヒットアルバムでも演奏している。また、1982年には、ココモの再結成に参加した。 中島みゆきのアルバム、夜をゆけのレコーディングにも参加している。2002年には、初期キングクリムゾンの楽曲を再演するプロジェクト、にファーストセンチュリースキッゾイドバンドを結成した。2011年にはフリップが主導する、キングクリムゾンプロジェクトのアルバムとして発表された、ア・スケアシティオブ・ミラクルズの収録に参加し、1974年作、レッドへのゲスト参加以来、 37年ぶりにフリップとの共演となった。そして2013年、正式にキングクリムゾンのメンバーとして復帰し、キングクリムゾンの再始動がアナウンスされた。メルコリンズがレコーディングやライブをサポートしたミュージシャンの一覧、聖またはバンド名の五十音順、ありがとうございます。